サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画の編集をしている林と、デザイナーの多田です。はい、今回も、ゲストが来てくださっています。美咲さんです。よろしくお願いします。美咲です。よろしくお願いします。はい、この4人でやっていきたいと思います。今回も原のおすすめ作品ということで、藤本たつきさんのさよならエリ、という作品を取り上げたいと思います。まずは、ちょっと概要ですね。作者の藤本たつきさんはファイヤーパンチ、これ2016から2018年にかけてジャンププラスで、掲載された、公開された作品ですけど、これで注目されて、その後チェンソーマンですね、こちら2019年から2021年にかけて週刊少年ジャンプで、連載したものですけれども、本誌の方ですね、この作品で超人気作家になった、作家でございます。で、2021年7月に、ルックバックという作品が公開されまして、その後単行本にもなってますけど、さらに注目の的になりました。この作品について、ルックバックについては、サンデー漫画クラブでも取り上げております。で、本作さよならエリはルックバック以降の最新作、ということになります。4月11日にジャンププラスで公開された作品ですね。はい、あらすじをちょっとお話ししておきたいと思います。お願いします。はい、主人公は中学生の伊藤裕太くんですね。両親と3人暮らしをしています。で、裕太くんは、12歳の誕生日プレゼントにスマホを買ってもらうわけですけど、その日母親が彼に、病気で死んでしまうかもしれない、まあ病気か何かになったんでしょうね、すでに、病気で死んでしまうかもしれないから、今日から自分のことを動画で撮ってほしい、そのスマホを使ってね、そういう依頼をします。で、それからというものを裕太は母の姿を中心にスマホでビデオ撮影をし、その量が6時間、40時間、100時間と膨大なものになっていきます。で、母がまさに亡くなろうとしているその日、裕太は父と一緒に病院まで行きますけれども、お見舞いをしにね、どうしても病院に入ることができません。で、彼が病院に背を向けて、まあ、駆け出してくる、と同時に、それと同時に病院が爆破を起こす、わけですね。で、ところが、その一連の映像、まあ、読者がそこまで読んできたお話っていうのは、実はユータが撮影したドキュメンタリー映画、デッドエクスプローションマザーだったのがあるんです。エクスプローションって言ってる、マザっぽい体験。はい、ということが判明してしまいます。で、映画はとりわけ最後の、爆破シーンのせいで周囲の不評を買いまくるわけですね。なんで爆破させたんだというふうに、ね、怒られるわけですけれど、ユータは自殺をしようと、まあ、その 評判が悪かったんでね、もう死んでやるってことで自殺をしようと母親が亡くなった病院の屋上に向かうが、そこで彼はエリという少女と出会いますと。で、ユータは彼女に連れられて、ちょっと来てっていう感じでね、ある廃墟を訪れ、なぜか彼女と一緒に映画を見ることになっていくわけですね。で、急激な展開についていけずに、まあ、いるわけですけれども、そのユータに対して彼女が、エリが、実はユータの映画デッドエクスプローションマザーを見ていて、自分は、まあ、学校が同じなんですかね、それに感銘を受けた、というわけですね。ところが、その映画に感動したのは彼女エリだけで、周囲の連中が笑い物にしているのを、まあ、悔しい、と思っていて、エリはこれから1年を費やして映画を見まくり、次の1年で改めて映画を撮って周囲をぶち泣かせる映画を撮ろうと、そういう提案をするわけですね。こうしてユータとエリの不思議な関係が始まるという、そういうお話でございます。はい、どうです、多田さんから聞くか。ああ、僕ですか。昨日の夜見たってほやほやの。そうですね、すごく面白かった。遅れよ。今の感想で聞くと、なんかドラえもん見てる話だなと思って突然あれだよ、ね、ドラえもん、僕の作った映画をみんなめちゃくちゃに言うんだって、よーし、のび太くんこれは映画を見るんだみたいな内容に聞こえるまあそういう映画ではな、あ、漫画ではないんですけど、あの、面白かったです、うん、で、なんていうかな、まあさっき言った信用ならない語り手っていう話、あのキリンガンダイムの時に話したね、そうそうそう、まさにそんな感じするよね。そう、それをまあうまくこう表現で使った漫画って感じなんですけど、すいません、僕その、藤本たつきさんの作品は
前回取り上げた、ルックバックっていう作品から 2作目なんですまだその2作しか読んでない。めっちゃ数聞きたいよ何も知らないやつ、濁りみを知らないな、知らないやつそう、まあ、その視点から見てなんですけど、うん、でまあ、その2つしか見てないからよりそう感じるのかもしれないですけど、うんうん、ある意味その前作のルックバックに対するアンサー作品だなって感じがすごいしましたね、うんうん、でやっぱりその前回のルックバックっていうのはやっぱその皆さんご存知のように京アニの放火事件みたいな実際あった事件のそのベース、うん、その悲劇性とそれに対するちょっとフィクションのこの関係性っていうのを漫画の中でどういうことができるのかっていうのを2人の漫画家を志した女の子の話にして書いてたわけですけど、何ですかその実際にあった何ですか、あの事件や悲劇とか世の中の関係みたいなものをその作品として昇華したりとか、そのある意味まあネタとして使うわけですけど、それでも人は表現したり何かを作らなければならないっていうのはどういうことなのっていう、要するに今回のさ POV って言ってずっとそのスマホでその撮ってる映画なのかな現実なのかなっていうと感じで漫画進むんですけど、そのカメラの裏側にいる制作者って側を、まあ要するに POV 映画っていうのはそのずっとその手撮りで撮ってるような映画で続くっていう映画結構いろいろあるんですね。ブレアビッチとかそのハードコアとかいろいろあるわけですけど、そういうのって続ければ続けるほどその向こうで撮ってる人のは誰なのとか、どういう状況で撮ってるの、撮ってる人は何をトリミングしてるのっていうのはどんどん気になってしまうっていう問題があるわけですけど、それをひっくり返して逆にそのスポットの当たってない人間、作り手っていうのは何を撮ろうとしてるのか、何を作為してるのか、そして何を隠そうとしてて彼らは実際には何に気づいてないのかっていうところを読んでるうちに気づかされるっていう、やっぱすごいこの間のルックバックもそうですけど、漫画のその持ってる構造とかカメラワークの持ってる機能みたいなのものすごく自覚的な作品だなと思ってすごい感心しながら読んでしまいました。すごい当たり前のこと、めちゃめちゃもう素直にいい感想やなと思ってしんみり聞いちゃったいや全然話自体には全然触れませんでしたけど、はい、そういう感じです。美咲さんどうですか。ああそうですね、そもそも電子で結構読む漫画、読まないことはない。あ、そうですね。俺も同じ。右に同じです。なので読むこと自体にストレスはなかったんですね。でやっぱり話題になってたので読んでみたっていうところなので、結構評判が先に聞こえてきてすごいみたいだよっていう空気があって読んでみたっていうところだったので普通に面白く読みました。ただ私の中でなんとなく、藤本先生の方のちょっと引き視点みたいなのを感じたんですよね。それさっきおっしゃった作品の構造をよく考えてどういうふうに組み込んでこのお話をどう見せたいかっていうところが結構強く終わりなのかなっていう気を受けてしまって、お話の中にのめり込んでっていうのはもはや私は少年ジャンプの中学生、私ゆうた中学生だったんだってことにびっくりして、もっと大人だと思ってた主人公。そうですよね、まあ最後大人になるけど、ね、あそうですね、そういう意味でもジャンプの今の年齢層なのかもしれないですね。かつての中学生が大人になってラストを迎えるのは今の最後の最後で、今読んでる大人の読者にも近いものがあるっていう感じなのかもしれないですね。そんな感じなんだ。ただやっぱりそういうすごく主人公に感情移入して、ゆうたよかったねとか、えりちゃんかわいそうみたいな感じではなくて、なんか引いてる視点、まあ、そういう作家だよな、そういうことをさせない作家っていう感じはすごいする。でもチェーンソーマンはそこまでのなんていうか引き視点みたいなのは感じなかった。それ長期連載っていうのと短編っていうのの作りの違い方かもしれないですけど、なので余計に多分皆さんが思ってらっしゃる通り、みんなどう読んだのこれみたいなところが気になって、なのでこれを考察したい人とか、このこれにはこういう意味があってとか、そういう謎解きの部分もすごく
みんなが言ってること自体が楽しい、その解き方はみんなそれぞれだと思うんですけど、でそしてさらに作品から離れて、こんなにみんなが一時にあれ読んだとかっていうのが無料で実現できている一作品まるまるっていうことがとっても面白いと思いました。一方で逆に公開年限があるように、それがもし公開が終わってしまうとコミックスになるかどうか現時点では分かっておらず、コミックスになった時にどういうところが書き直されているのかも分からない、もしかしたらカットされたりとか、それ増えてる部分があるかもしれませんけど、するかもしれないって思った時に、これは図書館員目線なんですけど、書出をどういう時に遡っていけばいいのというのは怖さが、みんなが盛り上がれば盛り上がるほど、わかんないですよ。コミックスした時にさ、あれですよ、ファイナルカット版とか。確かに、ね、だからそもそもだってルックバックでそれが起きたわけでね、一部分ね。いや、ルックバックはそのいわゆる犯人側のセリフが変わったわけですよね。うんうん、でもこれシンプルに落ちて変えるとかやりそうよく DVD あるじゃないですか、はい、デラックス版とかファイナルカットとか、いつまで経ってもスターウォーズの劇場公開版が出ないみたいな、そうそうそうマニアがそうそうで、スクショ撮ってるやつがドヤ顔みたいな、で初版なんかジャンプとかも初版のコミックスが初版ですけどみたいなそういう問題がまさにルックバックの時に強く思って、まあね、あの多分この先藤本たつき先生研究をしたい人もういると思うんですよ。なるほどそんな感じなんだと思うんですよね。あのすごく熱心にファンの多い方なので、あのそうしたら先生がどういうふうに最初発表して、どういう理由でセリフが何度変わって、その都度どう表現が変わったかって追うはずなんですね。でもそれがルックバックではもう追い切れなくなってて、ね、誰が撮ったかいつ撮ったかわからないスクリーンショットしか今残ってないっていうのがすごく、ああデジタルでいつか起こると思ってことがもう起こってしまったっていうのが師匠目線ではすごく辛くって、で、さよならエリも盛り上がれば盛り上がるほど怖いよ、うん、これから歴史戦チームを作るわけですね、うん、皆さんがね。なのでみんなが盛り上がれる環境っていうのはすごく楽しくて、うん、あのそういうことによって作品の広がりが起こってるっていうのを感じるのと同時に、どういうふうにこれを記録していって、どう後世にこれが残っていくのかっていうのも思う、うん、今日この頃です。アーカイブ視点、アーカイブ視点だと、まあまあ、確かに、まあ、それはあるかもしれないな、うん、はい、ありがとうございます。林さんどうですか。いや本当めちゃくちゃ面白いわ一番シンプルな、シンプルに思い、私はさっきの話の延長で言うと、うん、デジタル派なんですよ、もう、うんうん、デジタルで買えるものはなるべくデジタルで買って、うんうん、でこれはスマホで読んだんですよ自分、うん、あスマホで読んだんだ、スマホで、え見開きで読んだじゃない、私基本、ね、スマホで読むときは基本短ページにしてるので見るんですけど、絶対そっちの方が面白いと思いましたこの漫画は。そうなるほどね、うん、でなぜかというとこれは割とシンプルな小回りなんですよね、多分スマホの横画面サイズ1ページ4個に区切られてて、うん、結構その同じ絵が続くところも何個かあるんですよ ね、 そうだね、うん、でもここ見開きもあるからな、でもねあんま気にならない、あのちゃんと構成されてると思います。あ今のあなるほど、学校で、見開きページで学校でその初期の何でしたっけ、お母さんエクスプローションデッドマザーエクスプローションを見るときはまずエクスプローションマザー、そうそう、左のスワイプすると、うん、学校のこう体育館で、うん、映画を見てるシーンがあって、スワイプすると生徒が見えるみたいな。なるほどね。だからジャンプラは基本的にそういう短ページで見る仕組みをかなり考えて構成してるんですよ、そもそも。なるほど。そういう指導はもうあるっていうのと、うん、あるっていうのと、これは個人的好みなんですけど、うん、この作品一粒で5回ぐらい美味しくないですか。どういうことですか。キャラメル味とチョコレートチョコラーソーみたいな。なんか3、4回えみたいな、ひっくり返しが起こるじゃないですか。それはすごい多いですよね。そう、うん、いやこんなのないよと思って。なるほど。すごいお母さんが嫌なお母さんだったりとか。あそうね。うん、あこれ作中作なんだってわかるとか。うん、なんかそこの新鮮な本当どう転がるかわかんない。でこれなんか劇中にも言ってたんですけど、なんか私にはいいカオスの混乱だったみたいなこと言うんですよね。うん、そのエリがね。エリがね、まさにそうだなって思いましたね。心地のいい混乱だったかな、うん、なんか割となんか藤本たつきってそういう風にさ、なんかこう自分の作品を説明するセリフみたいなの結構入れてる印象ね、なんかありますよね、お父さんも言ってるんですよね、いやお父さんもそうだし結構あると思う、なんだっけ、その書く側もやっぱり痛みがないとダメみたいなことをちゃんと言うんですよね、言う言う言う、だこれがさなんか結構その作品を評価
評するときになんか作家本人に言っちゃう言及があって、うん、あんまりなんか好きじゃないんですよね、うん、なんかかわいそうっていうか、そこは触れるのは評論として正しいと思うけど、うん、なんかでもフェアじゃないなっていう気持ちがあって、うん、でもこの辰木さんの作品ってなんか作品本人言及行きがちなんですよ、なんか見てると。でもそれはやっぱ言わせてるからなんだよなっていうのは、うん、確かに今話で思った、うん、そう、ルックバックだってやっぱその彼がなんかこう大学生になった時の背景みたいな、ちょうど 3.11 やったとか、うん、やっぱそういうことどうしても考えざるを得ないところがあるから、うん、でもそれもさ、一応短編の巻末に書いてあったことで、うん、ルックバック自体には書いてなかったことじゃないですか、うん、それは本当そうだけどね、うん、まあそうだね。でもなんか今お話しして気づきましたね、あ、なんかだからこそ作品本人書いてる本人に言及されがちなんだなみたいな、うんうんうん、そうね、まあでもさ、なんか俺の前にもこの話したような気がするけど、うん、コンテンツっていうかさ、うん、映画でも小説でも何でもいいけど、うん、90年代とかってそれをだから受け取る時っていうか批評する時とかに文脈から切り離して作品だけを見るみたいな感じ結構あったんだよね、うん、あったあった。だから作者ってもう完全に切り離そうよっていう感じが、うん、でももう俺そういうのは結構厳しいんじゃねえのっていう気がしてて、具体的にちょっと厳しそうですよね、うん、なんかコンテンツとして見ようみたいな。まあ今別の問題、その例えばこう、うん、セクハラとか、うん、なんか犯罪をしてしまった時に、うん、作品無罪ってなんか今ちょっと言いにくくない？結構ね。うん、それはきっと作ってる人とかの背景が、それこそ SNS とかによって、うん、今まで一部の人にしか作ってる人の事情って分からなかったのが、うん、簡単にその作ってる側も発信できるようになったっていうので、うん、心情が分かっちゃって神格化されなくなったっていう部分はあるかもですね。特別だなって思ってた領域が特別じゃなかった、うん、でもその結局のところ書いてたものとその作品と作者さんって出た瞬間に切り離されてしまって、うん、作者さんがコントロールを後からしようと思ってもどうもできない部分もあるわけじゃないですか、うんうんうん、それがそのいつまでも同一視されるっていうのも、そこはなんて言うんでしょうね、ずっとそれが正しいかどうかは難しい話だなって思います、うんうん、なるほどね。でも僕本当に2作しか言ってない俺が藤本辰樹論を語るのはだいぶおこがましいんですけど、むしろ貴重なんですでも読んでて感じるのは、うん、なんですかね、その抜けの良さなんですよね、うん、なんていうか、それこそそのいろいろさっき始まる前に林さんがその僕の襟の話したりとか、うん、中にそれこそファイトクラブとか出てくるし、うんうん、まあ、爆発とかは特にそうだったりとかいろいろあるんですけど、なんていうかその元ネタになってるものとか、うん、その投げかけてくるメッセージとかそういうもの自体はものすごく素直っていうか、うん、なんていうのかな、その嫌だみが全然ないっていうか、まあ技巧はいろいろあるんだけど、嫌だみっていうのはこれサンプリングした俺おしゃれやろうみたいな、おしゃれそうたまにあるよねそういう作品まあそういうのもたくさんあるけど、まあ知らなくても割と、うん、スパンと通るボールを投げ、いろんな技巧は使うけどやってること自体はすごい スタンダードで、 なるほど、ね、なんかこうなんていうかな、それがある種のメジャー感なのかもしれないけど、その嫌味がないのは本当に作品の一番の美点だな。そしてある意味そういう意味ではなんていうの、作家がこうなんていうんですかね、前にバリケードを置けない状態になるわけじゃないですか、要するに自分がむき出しになるっていうか、うん、この作品を引用してこうであるっていうのは、うん、ある種いろんな意味ではこのなんていうんですか、多重構造の、うん、その作品の入れ子構造に自分が逃げることができるんだけど、もしかしてそれをやってないっていうところがものすごく潔い感じが見ててするのかもしれないね、うん、でなんていうか若々しさ、とりあえずなんかとりあえずぶっ壊したいからなんていうか爆発させるみたいな、うん、そういうなんかものすごいその幼稚なそのまあ要するになんですか、まあ、やりがちなわけですけど、その8ミリとか持ったりね、その学生なんか最初は映画撮りやすい、うん、とりあえずなんかお家疲れが爆発させるサルマンとかにもありますけどっていうのはありますけども、そういうなんていうか子供っぽいなんていうの初期衝動みたいなものを、うん、そのルックバックの時もそうですけど、なんとかその気持ちを忘れてない感じがすごく見てていいなっていうですね、うん、っていうかバカっぽいそのそこの部分忘れちゃダメだなっていうのをちゃんと入れる感じは嫌いになれないなって感じがすごくしますね、
なるほどね、うん、はい、林さんどうですか、そんなところで良かったですか。そうですね、まあでもなんか一応この日のために、まあ、調べたんですよ。おお、何の感想とか。さすが、何ですか、どんなのがありました、考察。本当しょうもない考察。これを聞いたらみんなで考察しないで済むように言っとくけど、ね、ここそうそう、林さんが結構あ、なるほどと思ったけど、しょうもなって思った中の一つは、うん、これ自体が全部映像作品で、うん、だからその最後に出てきた主人公の大人になった姿も、うん、実はお父さん、うん、ああそうなので、なんか全部これは作品説とか、そうか、しょうもね、しょうも、しょうもとか、なんかその僕、さっき言った僕のエリっていう、フィンランドだっけ、なんか北欧のスウェーデンのいい作品でした、うん、だってそれがヴァンパイアの話なんですよ、うんうん、でその主人公がエリでこれを元ネタにしてとか、元ネタじゃないと思うし、これを言うやつはマジで僕のエリ見てない。さっきの今言われて初めて僕も名前、あ、それにかかってんのかって気がつきましたけど、さよならエリっていうタイトルですね。いやでも僕のエリ、その200歳の少女っていうサブタイトルがついてて、うん、200歳だからきっとこれは200ページになってるから、それがオマージュとか陰謀論だ、陰謀論そんなわけない、やばいやばい、だったらこのサブタイトルは日本語のやつだから。よく後ろに見ると666って書いてあるとか言い出しますよ、そういう人は。いや、なんか、ここもなんかインターネットのなんか悪しき文化で、ちょっとその、単に一瞬サンプリングしただけで、いや、これがもうこれの同じですよ、みたいな。そうね。鬼の首を取った。マジで絶対これを言い出したやつはもう僕の絵で見てねえやろ。全然話違うから。まあそうね、まあ女の子は一応そのね、ヴァンパイアだったりしてみたいな話が出てくるんですよね。そうそうそう、実際ね、うん、嘘か本当かみたいな、うん、で大体あとマーティンとかもです、まあ、そうそう、うん、いやだからなんか、うん、めっちゃいい作品なのにこういうしょうもない考察が出てくるのはなんか個人的にムカつくとか思いながら、うん、大丈夫じゃないですか、きっとこれを読んだ少年少女たちは、うん、藤本先生が何かきっかけにした作品だからって言って、うん、そこに遡っていく少年少女読者にとってはすごいいい入り口になっちゃう、僕より見てみようかみたいな。そうそう、全然拡大とかしてなかったですけど、後ろになんかたくさんこう棚に並んでたりとかありましたよね。そうそうそう、うん、あれもなんか見るとあるかもしれない、ね、なんだっけ、僕の君の名前で僕を呼んでとかもう入ってたりしたから、あれ2019年とか、なんか多分コロナ前でちょうど合ってるっちゃ合ってるんですよね、時期的にも。いやでもそのそのお父さんが作った作品っていう意味ではある意味その作品をなんで作るのかっていう話なわけだから、うん、なんかその考察はまあちょっと野暮な気がしますね。でしょ、これ自体がまあ作品なわけだから、その、考察にしても野暮すぎるって思うじゃないですか。なんかそれ、まあそうですね、センスがない、まあ、あ、はいみたいな。まあだからね、そのエリちゃんっていうのはある意味創作っていう意味の何て言うんですか、擬人化っていうか体現した存在なわけですよね、うん、もう最初から読んでて、やばい、この子いないんじゃないってやっぱ思うじゃないですか、本当はいないんじゃないっていうことっていう見方もできますよ ね、うん、そういう感じで作られてるから、やっぱり物を作ることで現実を素材にして、その作者はその裏側で調理すること、うん、でもそれでもやめられない、でも嘘も入れちゃうし、うんうん、でもそのドグマみたいなのもあってみたいな、それも含めて作品なんだよみたいなのの、彼自身が死んで消えていく後も残っていくドグマみたいな、うんうん、それをなんか人格化した存在ですね、多分エリちゃんっていうのは、うん、なるほどね、うん、ああすいません、余計な考察をしました。でもあとはさっき抜け出さにつながるかもしれないですけど、うん、なんかこれで感動させて終わりだったらちょっとムカつ、なんかやっぱりやっぱサーノーシュアの LED で最高って思った派なんで、うんうん、ガッツポーズですよね。だって別に泣かしたくないっしょ、タツキ先生みたいな。タツキちゃん、泣かせたいですか別にみたいな。そこでね、後ろでやっぱ、だからそこに対しても多分すごい自覚的。うん、で、そこで後ろでピースしてるって感じが、嫌、うん、なんだぜっていうことで、俺は正直にやるぜっていう感じがありますね。そもそも泣かせたらいい映画なのかって話じゃないですか。いい話なのかっていう。うん、だからそこまで入れ、だからそういう意味を入れて自分にこうなんか素直に突っ込んじゃう人なのかなっていう気はやっぱ読んでてしますね、すごく。でもそれちょっとだからキュンとするような演出は入ってたりするじゃない、はいはい、そのまた2人がなんかこう一緒にその彼女が死ぬまでの時間、カットバックみたいな、ね、そうそう、そういうところとか、うん、それからあと彼女が、彼女っていうのはエリちゃんは死ぬということに一応なってるわけだけど、うん、その後一気に帰りますけど、はい、その文字通り読めばね、彼女は映画を見て何だっけかな、戦いに勝ったら
ピースしてるでしょ、うん、みたいなツッコミが入るじゃない。で、あのその彼女が死んだ後に、学生たちの前で映画上映した後にさ、あの主人公がピースするコマが入ってくるじゃない。そうそう、やっぱああいうところとかはね、うん、反復が上手いんですよこの、うん、てか映画の基本ですけど、うん、まあそう、反復一回最初にね、ふっといて、そうそうそう、反復別作、しかも何回もするじゃないですか反復。確かに、ね、ピースもするし、うん、爆破もそういう意味で反復してるし、そうそう、ね、映画2回作るっていう意味でも反復してるから、うん、なんかやっぱ人間って同じの2回見ると気持ちよくなると思う。1回すり込まれてるから。それあります。なんか唐突なさ、スターウォーズネタバレになっちゃうけどさ、アイラブユーってさ、言うじゃん、最新のエピソードで。やっぱつまんないな、スターウォーズ新しいと思って、それ聞くとグッてくる自分がいるみたいな。ここでその反復はずるい、好きみたいな。でもそれ詐欺の基本テクニックだけど、今度もう1回やるって。そっか、だからね、2回すると気持ちいいんだよな。それがいっぱい味わえるからね、1つ。で何味も美味しいんだよ、この作品は。確かにね、まあ、乳首見るたびによっしゃっていうのはやめた方がいいと思う。ちっちゃいね。しょうもないみたいな。無自覚なんですよ。よっしゃ。よっしゃ。何みたいな、何でもない。まあ、はい、こうね、だからなんかこう若くない読者にとってもそうかもしれないけれど、うん、こうやってあの気心が知れた、うん、そのあの異性の友達と、うん、こういう素敵な時間を過ごせるっていうのはなんかこうちょっといいね、ね、うん、って思うかもね。でもさ、なんかカットバックとかの基本的にさっき言ったそのスマホサイズのコマが続くんだけど、一部は編集されたっぽいとかあるんですよ、ね、うん、のすね、誰が撮ってんのこれ、そうそうそう、シーンが入るとか、そのだからその2人のイチャイチャカットバックシーンは誰が撮ってんのこれみたいなとか、うんうん、ここ編集入ってるよねみたいな、そう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 、あるからさっきの全部映画論とかがなんか、うん、出てくるんだろうなみたいな。そもそもさ、これ最初の方であのちょっとおって思うというか違和感を感じるところっていうのはさ、うん、そのまあ、本人が撮ってる POV の視点だとしても、うん、ブレてるものとブレてないものとか混在してんじゃん、あの意図は何なんだろうとかさ、何なんだろうね。それ上手い人が考察していた。その考察はなかったのかって思う、ね、いやでもなんかありそうで、でもそこのやつでみんななんか考察したくなるんでしょうな、なる。私だんだんこういろんなことが気になり始めて、ええ、お父さんのお茶碗の持ち方まで気になってやばい、イモロに近づいてきた。お父さんのお茶碗の持ち方、熱くなりそうなお茶碗の持ち方する、これは何か演出なのかしらみたいなところまで気になってくる。あれですか、後ろの方を見たらよくエリを信じるなっていう札が貼ってあるとかですかね。なるほどな、まあ、あとはさ、だからやっぱ映画についての漫画だけど、うん、まあ、だから映画と漫画っていうことはやっぱすごく考えたくなることだなっていうのはあるな、うんうんうん、でこの中で動画っていうのがさ、結構お母さんが、まあ、動画撮ってくれって頼んだ時に、撮ってくれたら、お母さんがいなくなっても思い出せるでしょみたいなことを言ったり、それからあと主人公本人もさ、これから自殺するよって言った時に、あの父親に対してこの動画は、まあ、あのなんかこう僕をバカにしたやつらに見せてやってください、そんで僕のことを一生思い出させてくださいみたいな思い出させることみたいなこととすげえ動画が結びついてるんだよね、うん、そういうところがなんかこう、でもまあね、とはいえそのなんてお母さんをその前はっきりと呪いをかけた本人になるわけですけど、うん、この話の通りにいけば、でも綺麗に撮るってことの意味、そうね、そのことの意味はちょっと感動的だよな、うん、ね、あのお父さんが言うセリフでね、そうそうそう、あれはすげえ感動的。エリちゃんについても、うん、エリちゃんはああでは綺麗に撮りすぎてるけど、うん、でもやっぱり眼鏡かけてたでしょ、そうそうそう、でも私の中ではクラスメイトがね言うんですよね、そうそうそう、あいつもっと性格悪いでしょう、ね、そうそう、でもその子もありがとうっていう、うんうん、そうだね、うん、そうだね、だから物を作ることの意味みたいなのはそこですごく強く感じたの、うん、でさ、それでさ、なんか動画撮るときにお母さんがさ、うん、なんかこう、あ、この子ほんと使えないわみたいな最後の場面で言うことがあって、ね、ちゃんと撮らない、撮りに来なくてみたいな、うん、で そこのところでさ、まあ、例えば何に対してそういうことが言われてるかっていうと、猫を撮ったりしてることに、うんうん、猫なんて撮ってどうすんのみたいなこと結構言われるわけだけどさ、うんうん、そこにもなんていうかある種のクリエイティビティみたいなのがあるような気がするんだよな、で彼のってこと、そうそう、彼のノイズみたいな部分だけどさ、うん、お母さんからしてみたら完璧なノイズが撮られることってみたいなまあ、ね、でもそれを撮らなければならないみたいなさ、うん、その撮ってるが大した意味はないのかもしれないけど、だくしくもお母さんは自分の最後の最終回顧傑作を撮ってほしくて、うん、なんか要はコマの、うん、もう本当さ、
もうカメラマンだよね、うん、テレビ局とかのぐらいに指示したい、うん、もう以外撮ってんじゃねえかみたいな、必要ないちゃんと撮っとけみたいな感じ、ね、動機はなんかその不純なのかもしれないけど、でもうっかりそこで彼のね、さっき言ったクリエイティビティが生まれてしまったんや、うん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 、お母さんもともとねテレビのプロデューサーしてたの、プロデューサーしてこれって母親越えの話だと思います。そういう母親によって、親によって呪いをかけられたものを同世代の少女と共に超えていくっていう話だと思います。私最後に彼が幸せな家庭を得たのに、幸せな家庭はそこに一つも描かれずに亡くなってしまって、そして最後の希望として一緒に暮らした家族ではなくてエリが出てきてしまうっていうところに、家族の気持ちどうみたいな気持ちになってしまって、あまりにその家族がその大事すぎたから乗り越えられなくて、その思春期の時のエポックなものに戻ってしまったとも見えるんですけど、結局出てくるのはその呪いをかけた母親っていう、あの一つ目の映像でコアになった人と、二つ目の映像でコアになって、その一つ目の呪いを超えていく同世代の少女っていう話なので、それは父親殺しならぬ母親超えの話なのって思ったんですけど、どうですか？超えてはないよね。超えてはないのかな。なんか気にすらしてないのかもしれないなっていう、作者はね、そんなことを、うんうん、っていう気もするけど、どうなんだろう。まあ母親はきっかけなのかもしれないですけど、うん、あんまりそこ対比でもないのかな。だからエリーは、うん、まあ視点で言えばあれですけど、なんですかね、映画自体って感じがするんですよね。そのものっていうか、だからなんていうのかな、だからまあある意味映画にとらわれて、まあ呪いにかかってるわけですけど、映画自体なんですよね、彼にとってね。だから家族なんかよりも彼は映画の方が大事な男なんですよ。人じゃなくて作品ってこと。でも作品を作るってことは、でも結局どういう人間関係でも、そのなんていうの、根幹の部分にはかかってきちゃうわけじゃないですか。その最初の動機の部分では人間的な動機が関わってくるし、でもそれでも作る、映画を作る。で映画の中に実体験も入るし、勝手に加工もしちゃう。でそれがなんていうの、まあ今昨日の夜読んだ男が勝手なこと言ってますけど、まああの現像化した、そのだから現在を持っている上存在、まあ間違いなくそういうことを勝手にやってしまうことの現在もあるけど、それについての美点とか価値とか意味とかもある。そしてもしかするとその人本人の人生を狂わせちゃうかもしれないけど、でも最終的に爆発させて彼は一歩先に進んでるわけじゃないですか。それを生み出してるのもやっぱエリなわけで、だからその母親越えとか、そういうちっちゃいあのテーマではないのかなっていう気がしました、ね。でもなんか美咲さんの母親越えって視点はなんか今言われて確かにすごく納得したところがあって、あそう、私は逆に、うん、そのお母さんは最後の自分の人生最後フィルムとして撮ろうとして、そのスタッフとして息子をやって、うん、彼に呪い移ったと思うんですよね。でなんか彼もその後結婚してずっと映画監督をしたわけじゃないじゃないですか、多分、うん、家でずっとね編集はしてたみたいですけどね。あそうだっけ、うん、でもなんかでも最後の最後に死のうと思った時に、またやっぱお母さんと同じく映像に残したくなっちゃうっていうのはなんか、うん、母親殺しとか母親越えなのかどうか分かんないけど、なんか呪いちゃんとかかってんなって感じが、うん、なんか確かにあるなと思ったの。だからやっぱ中心にあるのはそのメディアの方のような気がしますね。それによって生かされることもあるし、うん、殺されることもあるしっていう、だからその現在とやっぱりその持つ意味との両方、うん、だからルックバックとやっぱ響き合ってる気がする。そこなんか多面的にやっぱ入ってる気がしますよね、なんか、うん、そうね、なんかさ、だからお母さんにとっては、まあ、自分を美しく撮るっていうか、自分をきちんと撮ってほしい、うん、そういう道具みたいなものだったけど、最後にさ結構感動的なことをエリが言うんだよね、あのさ、なんだっかな、あこれまずお父さんが言うんだけど、うん、ユータは、人をどんな風に思い出すか自分で決める力があるっていう、そういうだからあのなんていうか、まあ、監督するっていうか作る側の人間みたいなものが、うん、あのいかに映像を撮ってたとしても、うん、やっぱりそのある種のフィルターとして、うん、あの創造主としてそこにいるみたいな人があるんだけど、うん、で最後にエリが言うのはさ、見るたびにあなたに会えるっていうんだよね、うん、あのまあもちろんあのユータも映ってるっていうこともあるのかもしれないけど、うん、主に映ってるのはエリだったわけで、うん、そうじゃなくて、うん、あなたに会えるみたいな、うん、だからなんかこう被写体
が重要な映画という、やっぱりそれの取り手っていうかね、うん、そちらの方が意味があるみたいな、うん、そういう意味で言うと、だからお母さん越えみたいなのは、うん、そういう意味ではありそうな、うん、なるほどな気がするけどな、うん、それあそっか、でもさっき言ったその僕の襟、あの元ネタ論っていう林さんが見つけてきたしょうもない話っていう、ね、うん、あのな最後のところで、その廃墟のところでエリちゃんとその映画でこう照らし照射させながら見てる時に、まあその永遠の命を持ってるけど、その要するに自分のハードディスクが200年ぐらいでいっぱいいっぱいになって、それでリセットされるんだと。でここで200年が出るから、もしかしてそのなんつうかね、僕のエリ陰謀論を持ってる人たちは引っかかったのかもしれないけど、だけど僕さっき僕が言ったそのメディアとしての特性っていう意味、人の記憶にどう残るかっていう意味では、どんなに強力なものを作ったところで200年も残れないよっていう、だからエリちゃんがもしそのメディアを具現化した存在なのだとしたら、でもそれを映してる時君を思い出すことはできるよっていう、何かをこう作ったり残すことっていうことを、割とこうそういう部分はあの藤本さんははっきりとピッてこう言うところがあるみたいだから、そこに入れたのかなって感じで今聞いててちょっと思いましたね。なるほどなるほどなるほどな。なるほどな。藤本さんのその、まあ、一番最初の重要な作品の一つであるファイヤーパンチにも、うん、やっぱ映画ってめっちゃ重要なモチーフとして出てきて、同じ感じのなんていうの、映画撮ろうぜみたいな、そう、トガタっていうキャラが出てくるんだけど、ね、映画監督で映画撮りまくってすごい演出を指示しまくるみたいな感じで出てくるの。やっぱりね、そのまあファイヤーパンチが処女作ではないのかもしれないですけれども、有名になった最初の作品なのかな、うんうん、どんな人間もやっぱそれに対するそのなんて変装曲とかアンサーを作り続けるっていうのは、やっぱ物作りの人間っていうのはどうしても避けられないんで、そこの資質がすごいある人なのかもしれないですね。映画もすごいお好きでしょうし、うん、なるほどな。確かにずっと出てきますね、うん、映画ってもすごい出てくる、ね、本当に、でも別に多分引用してるのにはそんな意味はないと思うんだよな。あ、うん、そうかな。なんかいろいろ後ろになんか映ってるのチラチラ気になったけど、でもまあなんかこれ見ようがしなかって全然しないし、そうそうそう、まあ知らなくても楽しめんじゃないって気がすごくしたな、読んでて。まあ、映画だけじゃなくてやっぱ作ることに対しては本当に自覚的っていうか、それを核に物語をどうしても作ってるところはすごい感じる、ね、感情いいって思いますよね。なるほどね。よし、じゃあ俺が変な考察してネットに上げ始めたらちょっと止めてください。それは違う、こんなくだらねえ考察記事書いてんじゃねえ。そう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 。なるほどね、うん、面白かった。いやでもな、今後もちょっと無茶ぶりですけど、やっぱ定期的に読み切り書いてほしいなって思います ね。予定では次はあのチェンソーマンのね、第2部。いや、チェンソーマンも書いてほしい、ね、第2部っていうお話では。そうですね、なるほどなるほど。どっかで読まないとチェンソーマン。チェンソーマンね、チェンソーマン面白いよ。聞いてる聞いてる。まあまあアニメ化のタイミングとかでぜひね、あ、はい、あのねここでも取り上げられたらいいのかもしれないですけど、うん、なるほど。はい、そんなところですかね。はい、はい、ということで今回は藤本たつきさんのさよならエリを取り上げました。次回なんですけど、次回は美咲さんのおすすめ作品ということで、どんな作品を、おすすめいただけるんでしょうか。はい、次は税金で買った本という作品です。原作は随野さんっていう方、漫画は桂山圭さんという方が書いていらっしゃいます。ややこしいですね。はい、はい、分かりました。次回はその作品を取り上げたいと思います。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林とただと美咲の4人がお送りしました。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。